上級卓を打ちます。7段を目指して変わらず打っていきます。読みの説明をしているんですが、 MJ のスピードに合わせて喋っているわけで、私の説明に他3人がスピードを合わせてくれてるわけじゃないので、うまくこう最後まで話せないのと、もう次々場面が変わるんで、というのと、後で見直した時に、ああここをそっちじゃなくてここを話すべきだったということがまあかなりありますね。これは 1,2,3 見てもいいし、もう人それぞれだと思いますね。私は普通にドラドラ使って、もうリーチドラドラとか何でも、勝つドラドラとか何でもいいんで、役は見ないで天敗に向かいます。チートイはしたくないんですが、まあメンツで狙ってたら自然とチートイツになったっていう言うんであればまだ許します。まあこんな感じで、別に狙ってもないけど5統一ぐらいできればいいシャンテンなんで、チー統一ありですけど、メンツテを見たいとこです。ただこれドラポン当たりをして、まあ、3色同行はまあ無理として、泣いていってもいいと思います。ただパーソーからだったらポンしますけど、この手別に脳天でいいんで、あまさかのタイヤをチートイ張り、タイヤをチートイドラドラ張りましたけど、ちょっとこの形は全く予想してませんでしたね。チートイを全く見てなかったけど、たまたま張ったっていうレベルです。ルーピンツモで3,0006,000、ちょっとこれ分かんないですね。三蔵もウーピンもどっちも理由がないんですが、数層がまあ2枚飛んでいるっていう根拠もない理由ですね。ああ6キッソ、エンタンピンツもドライチ2,0004,000。親でドラがペイ、ちょっと迷うな。もうなんかちゃんと行きたい、ちゃんと行った方が早いのかもしれない。中途半端に迷って初切ったんで、今も迷ってますね。もう3ワンウーピン切ってチャンタに確定させるのか、ただ親なのでどうしても安全を取って初切りをしたらかぶったと。まあ3人とも普通の捨て牌ですね。ピンク系の捨て牌、本なし、初なし、中なし、白のみか。
フドラさんを目指します。一応ローピンの指示で3ピンは通るだろう。ザが勝敗なんで左の問いという方に当たる可能性はありますが、テンパったら押しますね。あ、でもあと質問1回か。あ、ハク当たってましたね。ただハクのみですね。右はリャンワン。ただこれ上がり連チャンなんで、天敗連チャンであれば残り1回いつもくらいでも天敗を取りに行きますけど、今の最後のツモで張っても天敗連チャンじゃない以上は手切って降りてた気がします。3人とも端っこから切ってきてます。まあ私の手は5、6、7、8、9ですね。パーワンが2枚切れた。ドラ1、イーシャンテン。せめてローソーなんか積もってくるとワクワクするんですが、反発ソーじゃちょっと面白くない。マジか。ドラ3、ドラ4。まあ親なくてこの点差、三茶目指すぐらいがちょうどいいな。ちょっと状況を把握して三茶二茶を狙いに行きます。親なしでこの点差はあと2局で倍満倍満とか上がらないとちょっと苦しいんで、まあ大きな手狙うってことはスピードが遅くなるわけで、他の人が先点に先点狙いに来たら当然スピード負けします。まあ、管理位置でどうしようかな。ハクドラ1でリーチ、ハクドラ1、8000なんで、リーチここで32歩が来るんで、リーチ、ハク、ドラ1、8000。カーン、リーチ、上がれば2茶は見えてきます。まあ私管理位置使ってますけど、もし私の動画を見ていてこうちょっとでも参考にしようと思った時に、私は管理位置使いますけど、管理位置は別に強制するつもりも一切なくて、4枚揃ったらすぐカーンをするっていう人もいれば、まあ私みたいに何かドラ増やすんであれば自分がリーチできるようになってからっていうタイプもいれば、
まあ、私もあのテンパってなくても暗感する理由がきちんとあるときは暗感しますし、これでニーチャーですね。きちんと他人に説明できるくらいの理由があるときは別にリアンシャンテンでも暗感私もします。ただ理由なく4枚揃ったから感というのは 200% しないし、したこともないと思います。ここは2茶キープの上がりか倍満でトップを狙う場所なんですが、ちょっとこの手は倍満見えないんで、できれば闇で、あ、もう闇でこれロンは無理ですね。リーチかけると3手に落ちるんで、まあ、これで今のツモで闇ピンフも可能性が見えてきた。まあ、7、8、9狙ってた方が良かったかなと。先制リーチが来てリッパーピン6球層は絶対切らないとして、ちょっと数番が3枚見えてたんで、ワンチャンスでリアンワン通るかなと思ったら残り1枚を持ってたと、そういうパターンですね。いやいやいや、ちょっとビリに落ちちゃいましたね。これはちょっと、まあ、自分の読みを信じてやってみたんだけど、まあ、あららと、まあ、ここは数アンコウ1本かな。これはあの、テンパイの管理位置じゃなくて、1個でもツモを多くするために暗感すべき場だと思うんで、ここ暗感します。まあ今ビリである以上、ここで相手の手の高さが、いい範囲高くなったとかあんまり関係ないんで、で、左の人も先点で流してくると、三茶。何にもせず、三茶に慣れちゃったんで、左の人も三茶狙ってくる。一茶二茶は当然点差が厳しいんで、おっ、スッタンイーシャンテン、最初の構想通り手が伸びて、おカーン。ここはちょっとあのお遊びで、もう私のスッタンだけを見て使ってやらせてもらいますが、まあまあいいでしょう。上がれば三茶なんで、スッターになるか積もり数アンになるか、老朽ワンで三茶になるか、出たら老朽ですが、まあ自業自得と。あらら、加工ですね。まあでも自分で関して自分でケツ拭いたんで、
くはないんですが、まあ自業自得と。まあちょっとお遊びではないんですけども、ちゃんと売ったんですが、まあ、最後の曲はもうちょっとトップ見ててあんまり数アンコばっかり見てたんで、まああんな暗感しましたけど、まあ、私がやっているやり方が絶対正しいとか、言うつもりはさらさらなくて、例えば私個人の意見は言いますけど、見てくれてる人が絶対私に同意しないといけないとか、全くそんな義務感もないので、私の読みが、いや僕はそうは思わないねと、私は違うと思うという人がいて当たり前だと思うんで、管理値を私がしてるから、なんかリーチはじゃなくて管は転廃をするまでしちゃダメとか、あと私はよく泣きとか芸術点とか、ちょっと個人的なこだわりエゴを話しますが、まあ僕は別にいいと思うよとか、まあ、私は動画は参考にするしてるけど、ここはちょっと同意しないんで、自分のやり方を優先するっていうのがまあ普通なんで、まあ、あくまで一個人の意見で、もしいいとこあれば盗むみたいな、まあ、そんな動画の見方をしてもらえると私も嬉しいです。ちょっと今回は箱で読んちゃと、ちょっとまあ自業自得な一曲でした。どうもありがとうございました。